はい、スイです。またちょっとね、信長の野望詩人やっていきたいと思います。今回は何をやってきたかっていうと、まあお金稼ぎたのはそうなんですけど、それはいいとして、おお、むちゃくちゃ稼げてる。まあそれはいいとしてと、このね、まあ、今夜なんですけど、昼間甲状腺したときに。昼間甲状腺した時に、若信長に一撃で76,000ぐらいダメージ食らってほぼ全滅したんだよね、一発で。もうちょっと今細かい作業をやりながら話してますけど、これなんでなんだろうと思ったらクリティカルで、でそのね、やっぱ高い得点取るにはクリティカル出すしかない。まあもちろんね、甲状腺でもね、まあその能力発揮できたらいいなと思うんだけど、これだよね、これまずは今ランキング4000以下、これは転がり落ちるぞ。転がり落ちるぞ。というところで、ちょっとさっきね、一回触れちゃったんだけど、近くにいたやつ。登録先か。つわものね、そう、10人ね、本当はね、チェックしてきたんだけど、うちの近くにあるコイン、金、商人を触ろうと思ったら、たまたま触れちゃって、一人減ってしまいました。で、まあ、9回チャンスがあるから、まあ、この9回のチャンスを使って、ちょっと、やってみたいと思います。やっぱ、サナダがさ、弱点で、知略が弱点でしょ?から、俺のこのね、今回の作戦を、ちょっと、考えてあるんだけど、当然ながらね、この、獅子奮迅の、攻撃力上昇と回心率上昇。で、結構連携率高いから、かなり連携するでしょ。ここら辺ぐらい行くんじゃないかな。まあ3連携ぐらいで、こう、かなり上がる。あ、うん、かなり上がるよね。で、回心率と攻撃力を上げる。まずね。で、この、表裏卑怯は28秒だから、普通にやるとね、遅いんだけど、この標法低下。標法低下っていうのは、要は、まあ、インとマインド。あれだよね。標法が高ければ標法ダメージ当たり、標法防御も上がる。から、これで 50% 下げる。そこに、この、天下の風。知略攻撃が行くわけだ。標法もね、そこそこ上げてある。うん。この標法上昇も、まあまあ、アイテムとかでね、つけつつ、来てるんで。で、当然ね、この、対徳川特攻もつけてきてます。ヨダメ 10%。で、チラキも 10% 上がるから。あ、10上がるから。これによって、あ、知力ボーナスは誰も知力がいねえんだ。情けない。で、これで、この天下の飾り。あ、これはそんなにね、連携しなさそうだよね。うん。でも、基盤には300%だから。で、これを打ち込んでいくと。ワンチャンさ、ここら辺、その高得点取るだけだったらさ、こういうさ、あ、まあ、ノップもね、いいんだよ。ノップも遅いけど、要は、基盤に560。でもこれ、一発一発だから多分ね、ね、ちょっと、最高ダメージにはならないんじゃないかな。うん。これも知略攻撃からいいっちゃいいよね。で、今思ったのは、さらに 60% 上がるんかい?そんなことないか?ね?っていう。まあまあ、とりあえずこれでやっていこうと思います。この作戦でやるからには、手動で行くんだけど、多分うまくいかないから、まあ、10体用意した予定なんだよね。さて。と、まず先方をこうして、作戦考えよう。うん。まあ、牙に打たなきゃならない。まあ、必須だから、まあ、最初はいつも通りね、こう、分けて倒していって、こうの方がいいか。で、最後、牙。まあ、誰でもいいか。残ってる牙に、手動でやっていく。うん。って感じで、いこうかな。
これうまくいけば一発で意外とうまくいくか。焦るよね、これ。止められるけど、何せ自動なもんでね。溜まっていく。で、まずやんなきゃいけないのなんだっけ？ああ、早いね、早いね。北条部隊の。まず北条部隊が決めていく。あ、いや、誰かやられた。さて、北条部隊？勝敗入ってなくね、誰も。狭いぞ、お前。え？そうなんだ。じゃあ、作戦だ。で、同じ部隊狙わせなきゃいけない。あ、いやー、挑発食らってるから、こいつ。クソどもが。誰で挑発すんの、これ。まあでも近くに行ったからいいか。でも10秒か。6秒。うん。結構挑発来るね。え、お前らどこに行ってんの？これ。あ、すっげえ大回りしてんだ。あ、これ牙、もういなくなっちゃう。と、じゃあ、お前たちがやったら困るから、もういけるよな。あ、そっか、お前たちはこれでいいのか。いや、すぐ死ぬわ、あいつ。で、まず近くに寄せないといけないから、この3人をね、この歩兵3人を近くに寄せなきゃならなくて、さて、今発動できない。どういうことだよ。何をやられたんだ、お前。マジかよ。で、鳥さんがやられ。お、いけた、いけた、いけた。入ってるかな？入ってね。これ入ってる？本当に。いや、撃つ。撃っていい、撃っていい、撃て。オッケーオッケー、あ、そういうことね。オッケーオッケー。はい、じゃあ、やってください。で、え？回線開始7700だけど、通常攻撃で7000出たけど、これむずいね。更新した。こんなトルタだってなの。510分も上がっちゃった。じゃあ、こんな感じで、何回かね、うまくいくまでやろうと思います。まだ、俺にチャンスある。弱点こんなんだって。そうなんだ。これ、挑発やられるのがだるいね。からもう決めようか。こっち側に全員いる形にしよう。お前ら適当にやってくれ。いや、大丈夫か、これで。ここらにしとこうか。意外とね、最初たまんないかな。いやー、すげえ遠回りするやつじゃん。今まだ挑発食らってないね。挑発食らわにも行こうぜ。バンバン行こうぜ。OK。で、ここで、行きます。はい、出します。あ、おっと、息子が入っていない。まあ、待て。落ち着け。
いえ、挑発、こんな遠くまで挑発届くの、どうなってんのこれ。で、壊滅させられてる。違うんだ、一緒、同じとこにいないといかないから。お前もだよ。どうにか下に来てくれ。いやー、またやられた。わお、いや全然うまくいかなくて、信長とかまあこうやられちゃったけど、これで一番の、まあ会心でもなんでもない。ああこうやってみんな更新してんのか。でも1000も上がったよ、すごっ。これはね、努力しがいがあるね。いつも、こう、ね、倒せばいいと思ってたから、そんなにやってなかったけど、いやいや、うまくいったらすごい上がるんじゃない？これ。だ配置がさ、確実にもうやられると思ってやらないと、挑発を。から、と、もう、全員で、ね、鳥さん倒そう。まず。やばいわ、鳥さん。これで鳥さんの挑発がうざすぎるから、まず一発目に退散していただく、まあ、ノップの必殺技とかも打っちゃおう、どんどん、まあ、ここでねちょっとね分かるんでしょうがない、うん、歩兵ですから遅いから、だから最終的に集まればいいから、で鳥さんやれればいい。でそのノップとかのさ必殺技本当に忘れてるから俺。よし、いける。もうやっちゃう、やっちゃう。あ、これはさ、ここか。で、水のことしやって、まず、形勢を打つとこ。で、ノップも溜まったから、これさんやっとく。いけ。オッケー、オッケー。これで挑発ないだろ。パパどこにいるの？たら作戦で近くに行かせないといけないでしょ。これ狙わせようか。でノップはこいつね、こうすることによって主力が3人右に行く、行く、来た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 、行くぜパパン。で北条パパンがまず打ちます、入ります、オッケーオッケー、打つ打つ。でただ親父殿がこいつの知力を下げます。で、そこで、息子よ、近づいてくれ。早く敵に。やばい、奴が落ちる。よし、ああ落ちちゃった。しょうがない。から、もう、こいつに行く。どうだ？何与える？会心、17,500か。これさ、敵をいっぱい巻き込むと大ダメージなんかな。また更新でも。508もアップすんの。すごっ。これ鳥居さんでも同じことやったら結構いいっていくな。はい。伊達の親父がまさかね、
まさか役に立つとは思わなかった。これ見てすごくない？これもさらに追加して、もりもりでしょ？まあそんなね、全部うまくいってねえから、全くもって。だから12秒で打てるってすごいね。こういうさ、バフデバフが、やっぱ強いんだな。よかったよかった。なんか、高ダメージの武将しかさ、使ってなくて。なんかそればっかりなのかなって俺すごい思ってたから。ってことはこれさ、まず駆け抜けさせるじゃん。伊達の親父に駆け抜けさせて、鳥居さんはまず、瞬コロ。これ瞬コロね。で、それやってる間に、こう押さえておく。うん。こう押さえておく。かな。あ、やべえ、弓隊、戻すの忘れて、役立たず。じゃあ、役立たずじゃねえんだが。やばいやばい。まあ、いいか。まだまだ何戦もあるから、ちょっと見ていこう。そうだね、伊達の親父がやってくれると、まず。サクサクってやってくれ。で、あいつ何できるんだっけ？あいつそう。あいつ標本アップだから。ああ、全然倒さねえな。やられるやられる。鳥居さん強。やばいやばいやばい。鳥居さんが強すぎる。ちょっと待ってくれ。中心にいなくてはならないのは、お前ね。お前もそうなの。こうして、こうして。こう移動して、ここでいけるか。で、牙は、通りすがり倒すことにより、ちょっと待ってください。どう？超遊げてんな。誰が。結構きついな。地部隊中心に兵法と回心率上げる。最強じゃん、こいつ。すっご、こいつ最強だわ。で、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。まあ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 、落ち着け。で、今、かかってないな、よしよし。かかってないから、あ、まだかかってる、かかってる。あと3秒か。結構、ね、3秒持たねえな。あ、いやー、負けた。あ、でも、自分隊中心で自分しか、やっぱり、いけてなくない？あいつ。いや、遠い。遠いから、こっちに行かせて、これこっちに行かせて、お前は、誰でもいい。お前、鳥さんでも狙っときゃ。負けすらあり得るね、これね。今日か、嘘だろ。あ、でも倒したらどうだ。挑発は切れるか。切れない。まずは、ここで撃つしかないよね。うん。よし、なくなった。ああ、いけるいける。オッケーオッケー。で、速攻で、これで、オッケー。2体入った、しかも。これで1万5000で1万だったじゃん。2万5000になってるかどうか、これ。知りたいのは。だと、敵がいっぱい生きてるうちに撃つ必要があるよね。あ、1万5000か。一発当たりなんだ。回心発生率ゼロ。なんかこれ自部隊ね、自分中心にすごい広い円だったのに残念なやつだったな。伊達のおじきはやられてしまったな。
もうこいつがここの舞台さえ強ければやれるよね。やっぱあんな雑魚はいらなかったんや。ということで攻撃力を低下してこのなんやかんややる期間をちょっと伸ばそうかなっていう狙いでいきます。しかしこの騎馬隊弱くね。強い騎馬をさ取られているからっていうのがあるか。ここは死なないようにしつつ、さてさて今度こそ行きたいですね。まあこうこういうわけよ。なんかすんげー離れようとしてる歩兵たちが。よし、まず攻撃力を下げる。ここだ。で味方部隊を中心とした、あ、遠すぎるってことだ。台だから、あ、全部入るね。これで、まず入れておく。で、よしよし、一番邪魔なやつが消えたな。入るね。これ入る。で、ここで下げる。OK。で、さらに下げた瞬間、ぶっ放す。はあ、これ完璧にしたね。へえ、これが俺が出せる限界だな。すんご。強い人たち、これのもっとすごいのやってるんでしょ。いや、これ以上どうやって出す。先方でクリティカルで3万3000、しかもサナダでやっていて、アイテムを持たせていて、でもなんか俺ね、電撃かなんかのやつで8万ダメージ与えてるの見たんだよね、クリティカルで。あれ今クリティカルじゃなかったのかもね。要は。クリティカルじゃなくて、ふひゃー !1362 円上がった。クリティカルじゃなくて、通常で3000だったんかな。ちょっと、見てなかったエフェクト。クリティカルって出てたかな。クリティカルじゃない、会心か。いやー、これ、残りね、4体、同じ感じでやってみるけど、どうだろう。あとは、ちょっとうまくいったのがあったら、ご報告したい。まあ、これでいいよね、別にも。まあ、この、攻撃力下げるのとか、ね、を攻撃アップに変えてもいいのかなと思いつつも、でも乗るのかな、っていうね、その二重でバフかかってんのかなっていう疑惑もある。確かに、さっき、二重でかけたけど、そこもちょっとね、確かめたりするか。結構大回りしたがるからな、この NPC。やばいやばい、鳥さんが強すぎ。ワロターだ。はい、お前ら全員攻撃ダーン発動してくれ。
あー、やられた。あ、押したんだけどできるようになってる。あ、そこ結構近くなった。あ、でも大範囲だから入るんだ。これが10秒持ちますし。で、試したいのはさらに、これで、かけます。で、情報見よう。あ、標高上昇はさ、もしかしたらさ、なんかな、2個かかってなかったりするのかな。まあ、わからんね、ここはね。わ、数値見ればよかった。6879。わあ、なるほどね。そうか、そうか。この数値一回かけた時見ておけばよかったね。なるほどね。次それ見れるわ。オッケーオッケー。あと、親父殿で、こいつを減らす。で、お前は、違うね。あ、まあ、倒れたからいいや。で、向かっていき、ここでクリティカル出してくれ。会心、6万、これだ、来たこれ待ってた。うわ、すんご、ちょっと待って、これで、1000以内行くわ、これ、多分。だよね。で、鳥居さんでも同じことやったら、1000以内は不動になるかもしれない。すごいこれ。うわ。で、もう一個確かめたいことあるんで、それだけ確かめますね。次の一戦で。はい。で、同じ効果が、2個かかるのかっていうのを試したいです。あ、同じ効果入れてねえんだ。あはん。標高は、こいつだけだ。うん。じゃあ、これは、ちょっと、済ませちゃって、次でちょっと変えてやります。鳥居さん残し。うん、まあまあ与えてる。ああ、まあでもね、俺には勝てんかったようだな。さあ、上杉の姉さんを連れてきます。これ標高上昇だから24秒か。そう考えたらさ、28秒か。でも端っぱだもん、とんでもねえな。ということでやっていきましょう。まず、標高3822ね。うん。姉さんの技で、うわ、すんごい範囲広。あ、選べるとこは範囲広いとこか。
で、上がってるはず、これで。え、これだけでもすげえ上がってる。5045。さっき6800だったっけか。来た。え、またか、お前。なんで鳥居さんにやり込まれてんだよ。来た。で、これで前半に入ります。またかかります。はい。え、見て。8000。すごっ。これすごいわ。これで決めてたらまた良かったんだろうなっていうところを。お前が遠いわ。じゃあさ、ちょっと今回いけるかもしれないから、作戦で、同じやつにならせた。こういくか。すげえ離れるじゃん、お前ら。どこやっていこうとしてんの、それね。で、まず、下げなきゃいけなくて、入らねえか。一鉢ですか。いやでもこれはすごいね、姉さんね。まあ、ちょっとねこれうまくいくかは難しいから、あれをね俺の最高記録として置こうと思います。まあ、最後これ一戦やるんだけど、多分何もなしになると思うんだけど、いやこれ皆さんもね、まあ違うと思うんだけど、持ってる武将とかは、でも同じようなことを狙えると思うんで、これでね、ちょっと1万円とか1000円をね、狙えるんだったら、狙っていきたいですね。なんか今とんでもないことさっき言ってるけど、再開。やっぱ歩兵は牙に強い。でも牙とさ、これ弓でやられてんだよね、上。鳥居さんに。どうなってんだろうね。でも回復しますよと。あんまり回復、そっち行きたいな。あ、でも、ダメだ。姉さん、場所がダメだな。オッケーオッケー、いい位置に来たね、みんな。こういうこと。まずこれでみんな上げていく。で、標高下げ、混乱させ、で、大範囲で、お前は絶対届かないから、回心率、肝心の回心率か。10秒持つかな。
倒しちゃった。ふぅ。まあ、まだチャンスはあるんで、これで、順位狙っていきたいと思います。はい、だからこれいろんな武将が活躍できるね。常にやっぱり強いのは攻撃力高い武将だけだと思ってたけど、そうじゃなかったね。ちなみに俺これでね、武将をお金で買えたこと一回もないんだよね。ね、あ、もうこれ外してや。5になったから。はい、そんな感じで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。